さん、こんにちは。シャリーチャンネルのジホです。はい、というわけで今回もね、ずれた、大丈夫、ブレた、ずれたずれた。はい、ということで今回もね、動画を撮っていきたいんですけども、今回はですね、セリアで買ってきた購入品紹介をしていきたいと思います。はい、というわけで今回はね、ちょっと必要なものがあったので、ささっと行ってささって帰ってきました。はい、お久しぶりでしたね。めっちゃ久しぶりだったね。はい、はい、ずっとね行けてなかったんですけど、まあ行ってもね、ママとかパパがささっと買ってくるぐらいで、しほちゃんとかがゆっくり買い物っていうのは、まあゆっくりも今回はできないんですけどね、なんか気持ち的にね、うん、必要なものをささっとやって帰ろうみたいなね感じなので、はい、はい、で、あることがあって、はい、それに必要なものがあったので買ってきたんです。はい、はい、それはね今から紹介するので、はい、分かると思います。はい、ということで早速、はい、紹介していきたいと思います。じゃあちょっとカメラをチェンジしたいと思います。ちょっと近い方が見やすいんじゃないかなと思って。見やすいよね、絶対。このアングルで。近すぎ？顔でかい？顔でかいとか言って失礼だよね。顔でかいとか言って、うんとか言いづらいよね。こんな感じでいいですか？近い？はい、近いです。いいよね、近い方がね、はい、じゃあ早速紹介していきたいと思います。はい、まず最初もう使っちゃったやつからいい？あ、そうなんです、もうね待ちきれなくてちょっと使っちゃったんですけど、使っちゃったんですけど、はい、いいですかね。一つ目がこちらのラッピング用クッションハート型パステルというやつで、はい、もう使っちゃってるんですね。これね、ちょっとね、ちょっともう一個あって使っちゃったのが、うん、こちらのなんかラッピングのなんか綿みたいな感じなんですよ。はい、綿じゃないな、まあ、紙切れ、うん、クッションだね、はい、紙のクッションみたいな感じ。こちらを半分半分ぐらい使っちゃったんですけど、はい、なんでかっていうと、はい、6月10日はリミの誕生日なんです。リミの誕生日をね、ちょっと用意して、そうなんです、プレゼントはね、また後日ね、うん、紹介するんですけど、箱でちょっとこの中に入れちゃったんですよ。はい、まあ、どんな風に入れたの？とりあえず今ね、入れてみただけなんだよね。とりあえずなんかあ、なんかリボンも出てきたけど、リボン取って。このリボンと箱はダイソーでこの前買ったんですよね。うんですよ、こんな感じでね、はい、なんかそう、なんかここの箱じゃちっちゃくてここもなっちゃってて。これヒントね、何をプレゼントするかちょっとヒントになっちゃうんですけど、だから綿がね、こんな感じで ここにないんですよ。ここ、ま、ここでも分かんないじゃん、プレゼント入れてみて隙間ができたら上からこうかぶせるとかすればいいじゃん、またで、なんだろうってこうこじ開けてみたいな。違うまあいいや、はい、はい、ということでこれをね、作るためにこれ、セーターで買ってきました。これと、はい、これですね。でもどうしよう、リボンいらない気がしてきた。あ、リボン、まあそれはね、別にちょっとラッピングしてみて、これ G 書いてるから、はい、またね、動画にしたいと思います。しおちゃんは何をプレゼントするんでしょうか、この箱に詰めて。あ、ママが映ってた、今映ってなかったよ、ほんと。うん、はい、次、はい、次、次はですね、はい、あれ、またこれ関係のものなかった？ペン、うん、はい、次にこちらのペンですね。こちらはこっちに黄色が入ってるんですよ。で、うん、あの箱にイラストというか文字を書きたくて、ハッピーバースデーって、で、その時に使えるような色を買ってきました。なんか黄色がなんか家にあるのがもう出なくなっちゃって、そうで、新しくね、黄色が欲しくて、うん、こっちはなんかなんとなく、あー、なんかわかる気がする、肌色っぽい、肌色っぽいやつ、うん、はい、買ってきました。あとはもう本当、何？日常品っていうか、はい、もう一つ、目的がありますよね。こちらです。これがどうしても欲しくて、この壁だね、このそう、壁になんかフックみたいなやつ、はい、こういうそうです、そうです、そう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 、今度ね、しほちゃんの机の一部をちょっと変えようと思って、はい、あるものをね吊り下げたいんです。ホームセンターでちょっとね、棚みたいな、そうなんですよね、机の前面に
ける。そうなんですよ。まあ多分ね後日動画に上がると思うんで、はいはい、そちらをご覧ください。はい、お願いします。楽しみにしてください。しほちゃんの机の全面がちょっと変わります。ちょっと変わります。全面って分かりづらいけどね。そうだよね、はい、次にこちらのなんか消臭剤入れたかな、消臭剤言いづらいけど、そんな感じで、はい、私の部屋ピンクが合うなと思って。ほらね、うん、最近なんかすごい匂うんだよね。汗かくからかな。なんか匂うんだよね。匂うんだよね、 だよねとか。やだやだ匂う部屋。あ、でも置いとくだけでもちょっと違うと思うので、消臭剤ね。匂う、全然匂わない。私アルミ。あーなるほど。ちょっとあーなるほどね。それ取ってみない。あ、そうそう、切っていいよ。お、指折れる。ちょっとめくるの、もうほんとこういうのダメだよね。ほら、こうだよ、こう。ほら、もうすぐ開くじゃん。ありがとう。あ、すごい匂い。もうさ、すごい。いい匂い。もう、しょうちゃん、部屋が臭いっていうね。はい、よかったね。これで、少しいい匂いだと思います、はい。部屋に合うピンクでね。はい。はい。は痩せたいな。痩せたい。急に何だってさ、匂うって言ったらさ、最近運動してるもんねって。あー、そうそう、最近、今までずっとさ、家にこもってたから、ちょっとね、コロナ太りしちゃって。そうなんです。今一生懸命なんか運動してるんだけど、やっぱもう暑いからめっちゃ汗かいてて。やばいよね。やばいんですよ、クーラー入れてても汗かくんですよ。そうなんです。でもほんと全然痩せないの。そうそうそう、1週間運動して1キロも変わんない。1キロも変わんない。逆に1キロ太ったよ、私。え、太ったの？太ったの1キロ。1キロ太ったの、運動してて。え、すごくない？ 1 週間さ、うん、ずっとさ、毎日運動してもさ、1キロ太ることあるんだなって思って。やっぱ食べてるってことかな、やっぱそれじゃん。私だってご飯少なくしたりしてても、ね、夜とか、うん、夜少なくしたり。分かった、やっぱ筋肉になったんだよ。贅肉が筋肉に変わって、だからさ、筋肉が重いもん。もうちょっと頑張ればちょっとずつ痩せてみたいな。まだ早いよ、1週間じゃ甘くは。まあまあまあ、1ヶ月ぐらい続けないと。はいはい、はい、で、2キロ痩せます。ね、うん、次にこちらのタオルです。はい、タオルは日常品に、はい、はい、日常で使おうと思います。なんかふわふわしてるから欲しいっていうので。そう、私変わる時にこうなんかシンプルが好きなんです、私。本当に本当にシンプルが大好き。もう無地無地みたいなね。無地無地、はい、いつかこの部屋もピンクじゃなくなるんじゃないかと思いますけど。真っ白、真っ白、真っ黒。さすがに真っ黒は怖いよね。家具も一応白じゃない？ほら、白、うん、白、白、白。あ、でも壁が白だからか。まあね。で、カーテンも白になって、壁紙も白。全部白は怖くない？でもなんかちょっと怖くない？そっか、モノトーンとかならいいけど、黒、白とかならさ、白、白、白、全部白はちょっと怖いよね。はい、はい、はい、これで、ね、白のタオルでした。はい、次にですね、こちらの番組です。これはママがね、買いました。編集のお供にこれいいんですよ、はい、ちょっと食べるのに。おい、ママ大好きで、グミが大好きで、しおちゃんグミ嫌いなんだけど、ママグミが大好き。あ、でも私ポイフルなら好きです。あ、そうだね、私ね、粒グミよりポイフル派です。本当？ママ粒グミ派です。この硬い方がいい。粒グミ硬くない？硬い。ポイフルより硬いじゃん。硬い。ママ硬い方が好きです。私ポイフル派。イカとかも好きだからね、もう硬い。そっか、汁目みたいな。次にこちらのゴムです。ゴムはね、本当に使うよね。腕につけてね、よく落とすよね。腕にね、そうです。いつも5本ぐらいつけてるんだけど、今日ここで2本使って1本不明。またどこ、あ、さっきなんかこれに巻いてなかった？あ、でも2本、あ、そこに入れたのか。まあ、とりあえず、まあまあまあ、はい、なくさないようにしてくださいね。よくなくすんですよ、ここにつけてて。なくさないようにしてください。学校に5本とかつけていくんだ、私。つけすぎだよ、そんなの。何のためにつけてるの？もう結んでるんだから、いらなくない？なんでよ。いるの？いない。なんか安心感がない？ない。腕が守られてるみたいな。ない。
まあいいや、まあいいや。で、こっちが、なんか、私的にこっちの方が結びやすいんですよ。ああ、それね。でも、つけるのはこっちなんで、腕につけられるのは。はい。と思って、両方とも買ってきました。これぐらいかな？まだあります。ああ、そう、これ。これ見てください、これね。知ってますか、みんな、これ。アスカックみたいな感じのやつで。フットマスクって書いてあるの、ね。1回20分、週末ご褒美みたいな。見てんじゃない、もう週末ご褒美って書いてあるの、ほら見て。約1回の履くのかな、週末のご褒美ってちゃんと書いてあるんですよ、ここに。分かったよ。じゃあこれ週末やるんだね。週末やるってこと、週末のご褒美だもん。え、でも私気にしない。今日やるの。うん。じゃあ今日やったところ写真にひょうちゃん撮ってもらいましょう。どんなものかみんな気になるよね。なるよね。ね、なんかね、なんかね、こうなんかこうなってて、ここを切るみたいです。それで足が入る、履いて靴下みたいってこと。もう多分靴下の中に液が入ってるみたいで。あ、そうなんだ。そうそう、中に入ってんのか。そう、周りにさ、ついてたらべちょべちょになるじゃん。うん、こうやって足上げてないといけないかなと思。え、でもちょっと中に入ってるらしいから。そうなの。漏れな、漏れな、漏れ、漏れ、漏れたら終わりだけど。これ開けられる。開けられると思う。じゃあそこだけちょっとみんなさ、中だけ見せましょう。あ、ほんとだ、濡れてない。あ、でっか、こんなでかいの。うわ、でっか、なにこれ。え、ちっかくね。あ、でっか、これ巨人の足じゃない。え、こんなでかいんだね。でも大人も履けるように。え、私の顔より大きくない。ほんと、すごいでかいかったです。あ、ここに多分、あ、歩けそう、普通に。うん。で、ここを切るみたいです。ここをこう切って足を入れて20分間このまま、はい、漫画とかを読むと。なるほど。で、洗い流しは不要ですって書いてありますね。はい、すごいね。いいね、これ。足がツルツルになるのかな。ね、はいはい。じゃあ、夜やってください。夜やります。一足、一回分で100円です、両足。はい、次ですか。はい、次にこちらのママが買ったんだよね。あ、そうです、そうです。タピオカ用のコップ、こちらめっちゃ軽くてプラスチックなんですよ。プラスチックなんですよ。なのでママこういうの好きなんですよね。そう、大好き。ほら、ママさ、パソコンで編集ばっかしてるから、こう飲み物飲みたいんだけど、ちょっとコップだと怖いんだよね、プシャッとこぼしたり。なんかこう蓋がついてるコップがすごく好き で、今しほちゃんからもらった、あの、なんだっけ、あのスターバックスのね、プラスチックのコップを使ってるんだけど、なんかこれもなんかタピオカも飲めるし、いいかなと思ってちょっと買ってみました。初めて見たので。なんかタピオカ用の容器持ってた。聞いてる？ちょっと本当の話聞いてんの？ねえ、何それ、何これ。ずっと真顔で太陽と思ったんだけど。これ何、これは、まあね、ここぐらい、これ何のマーク、わかんない、わかんないね。はい、次行きましょう。はい、ラストです。じゃん、こちらはリミちゃんに、リミちゃん用にお土産です。スプラのなんかシール1枚が入ってるお菓子、なんだろうこれ、むにゅっと美味しい新感覚キャンディーです。これキャンディーです、ね、ペーストキャンディーって初めて見た。欲しいの？4本入ってるね。これシール1枚入ってるらしくて、いいかなと思って、うん、お土産で買ってきました。はい、以上でーす。はーい。まあね、おしゃれなものとか新発売のものとかは1個もないんですけど。まあ日常。日常品なんでね、こんなもんでしょう。はい。どうですか、いい匂いですか？満足ですか？はい。はい。はい、ということで今回はね、セリアで買ってきたものを紹介しました。久しぶりのね、購入品紹介ね。最近全然なんか買い物とか、買い物行ってないから購入品紹介して、ね、まあ購入品紹介できるんだけど、多分ね、お刺身とかだよね。キュウリとか、キュウリとか、バナナとか、ね、そうそう、納豆とか、そうそう、そんな感じなんですよ。だからなんかこういうなんか雑貨もね、購入品紹介、はい、めっちゃ久しぶり、カムカミ、めっちゃ久しぶりでした。はい、はい、ということで今回はここで終わりにしたいと思いますね。はい、それではバイバーイ。